作り折り合わず、村田光と離婚。わずか、2年余り。彼を幸せにできない。女優の神田沙也加、33、と、夫で俳優の村田光、42、が、4日、それぞれの公式ブログで、今年夏に離婚したことを公表した。離婚理由について、双方とも子供についての考え方の相違としたが、5日発売の一部週刊誌が神田と、タレントとの熱愛を報じている。アナと雪の女王、2が大ヒットしている中、アナを演じた神田のスピード離婚が、明らかになった。8ヶ月にわたる交際を経て、2017年5月にゴールインしてからわずか、2年余り。神田と村田は、この日、ブログで婚家に、離婚届を出したことを綴った。離婚理由について、村田は、子供が欲しかった私と、前向きになれなかった彼女とで折り合いがつかず、と、説明した。神田も、子供に対する考え方で折り合いがつかなかったことを認め、何度も歩み寄りを試みましたが、私は生きてきた環境の中で持った考えを変えられず、彼を幸せにすることができないと思いました。と、胸の内を吐露した。双方の仕事の関係などから、来年、1月まで離婚公表を控える予定だったが、一部週刊誌が、5日に神田と、タレントの不倫愛を報道するのを受けて、離婚を認めたという。村田はブログで、記者からの直撃に対し、不倫については、否定をさせていただきました。離婚成立後に、彼女からプライベートの報告も聞いております。と、意味深に報告した。神田と村田の所属事務所は、担当者が不在などとして対応しなかった。